高学年では入ってなかったかなって感じですね。すごく嫌でした。ママが言ってくる、物心ついてない時ぐらいに。いいか、その時だったら、ね、今のうちに存分に。医者が解説、子供と何歳までお風呂に入っていい、まあ、どれぐらいまで、まあ、お父さんとかお母さんと一緒にお風呂に入っていいかっていうことなんですけど、はい、まあ、僕も娘が今1歳4ヶ月、はい、多分これが出る頃には1歳4ヶ月とかだと思うんですけど、うん、まあもちろん今お風呂とか一緒に入っているんですけど、はい、どれぐらいこう一緒に入っていくものなのかなとか、はいはい、ちょっとやっぱりそういうのが気になったり自分自身もするので、うん、まあ、そこでこう医学的なというか、はい、そういう目線も含めて解説していこうかなと。はい、私は結構早くにお父さんとのお風呂はやめました。あ、そうなんだ。小学校1年生ぐらいとかではもう、それなんとなくイメージ的には早いね。早いですね。妹とかは小3、4とかまでは入ってたので、うん、姉妹の間でもちょっと差がありましたね。周りの人はどれぐらいな感じ、どれぐらいまで入ってるイメージ、はい、高学年では入ってなかったかなって感じですね。小4、5、6ぐらいにはもう妹さんも小3、4ぐらい、はい、お母さんとかは入ってた。お母さんとは入ってました。あ、お父さんと入るのが入るのか。確かにそのレアちゃんが言う通り、やっぱり第二次成長っていうのが始まるのがやっぱり小4とか小5ぐらい、こう胸が膨らんできたりとか、まあ、あとはその陰毛だったりとか、はい、あとはまあ男性で言えばね、男子で言えば声変わりだったりとか、はい、そういうのが起こるのがやっぱり小4、5ぐらいだから。そうですね。そのタイミングで心理的な面っていうのもちょっと変わってくるっていうのがあるかもしれない。かもしれないですね。私胸膨らんでないのにブラジャーしたいって言って、お小3とかでつけてましたね。早いね。親もびっくり、いるって。そのブラジャーはどっから仕入れてくるの？あの普通に島村とか、あ、島村に売ってるのか。あのスポーツブラってものが売ってるんですよ。あ、もうそのただの布切れ、布切れ。そんなことない。ここで離れたとかないでしょ。本当に布切れです。ここのここで分かれてる、ただのあのキャミソールの半分バージョン。ああ、まあスポブラ、そんなイメージあるかもしれない。本当に膨らみの形すらない。で、なんか小学校とか中学校はなんとなくそういうイメージがあって、うん、この男子の間でもスポブラっていうのがあるらしいみたいな、はいはい、そういうこう噂みたいなのが広がるっていうのはあって、もうそれが小3ってなんとなくちょっと早い。早いですね。クラスで私だけでしたね。あのどれくらいまで入ってたらなんとなくなんか気持ち悪いみたいなのってあったりする？気持ち悪いというか嫌悪感抱くみたいな。例えばじゃあ俺がその娘とどれぐらいまで入ったらなんか嫌だなとか、そういうのってのあったりするの？あー、やっぱでも小4とか、あー、やっぱ生理が始まる。あ、そっかそっか。がちょっと区切りかもしれないですね。なるほどね。確かに逆にそのお父さん的にも、うん、まあ、例えば医学の知識があったとしても、うん、確かに一瞬そのドキッとしちゃうというか、うん、あ、どうしようみたいな感じにはなっちゃうかもしれないね、うんうん、そういう時のこの対処法みたいなのが、はいはい、医学的なその、あのホルモンバランスとしては分かってても、うん、じゃあ実際これは何をするんだってなると、うん、ちょっとやっぱりこうドギマギしたり、あの奥さん呼んだりお母さん呼んだりみたいな感じにはなっちゃいそうだもん ね、うん、ね。実際にその今あの婚浴っていうか、はいはい、一緒にこう入浴をするみたいな、それも、まあ、その倫理的なところとか、そのなんだろう、その自分 の、 あの性格的なところは置いといて、はいはい、一応その上限みたいなのも決まってて、そうなんですね。そう、今までは10歳以上、だから10歳から上だと多分 あんまりそのダメみたいな感じなのが、7歳にこう引き下げになったっていうのもあるみたいな、ね、7歳じゃあ本当に小1小2とかですよね。そうだね。なんか今ちょっとたまに話題になってるのがさ、例えばその性器と外性器としては、まあ、その男性だけど例えば心は女性みたいな、うん、はいはい、まあ、その外の性器とこう内面が、はい、まあ、ちょっとギャップがあるというか違うみたいな時とかに、うん、なんかその婚浴とか一緒に入った時にちょっと周りの人的にもどうなんだみたいなとか。そうですね、確かに。でもそういう問題とかあって引き下げになったのかなみたいな、はいはい、うん、確かに。自分が温泉とか行って、うん、小学校5年生ぐらいの男の子がいたらちょっとドキッてちょっとしちゃいますね。そうかそうか。本人はやっぱなんかそんなつもりないとしても、ね、うん、ちょっと恥
ずかしいというかドキッとしちゃいますね。はい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 。吉本興業の同じ先輩で熊田雅史さんっていう、はいはい、知ってる熊田雅史さんが、まあ、どれぐらいお風呂に入ってるとかは分かんないけど、はい、めちゃくちゃ娘溺愛してて仲良くて、はい、うん、結構娘さんが高校生とかでも結構その一緒には入ってないと思う、はい、一緒に入ってないけど、うん、結構スキンシップみたいな感じのは積極的に熊田雅史さんも撮るっておっしゃってて、はい、仲いいのかなっていう、そうそう、娘さんは嫌がらないんですかって言ったらめっちゃ嫌そうな顔するけど、でも一応は乗ってくれるみたいな、乗ってくれるんですね、うんうんうん、そういうのはどうですか。いや私結構家族間でキスしたりとか、うん、ハグしたりとかを小さい頃からさせられてた。パパ行ってらっしゃいチューみたいな。あ、そうなんだ。すごく嫌でした、ママが。ママが言ってくる、すごい、パパのすごい、ね、チューみたいな。まあ、でもそれは確かにそうだよね。だって異性というか、うん、そこやっぱりそう思う方も人もいて全然普通だよね、うん、それっていつぐらいからすごく嫌でしたって思いました。いやもう小1とかだったと思う。小1か、ちょっと気をつけようかな、うん、気をつけた方がいいかもしれない。やっぱやってくれてたとしてもやっぱ内心はまあ、まあ、取り繕った笑顔でしてくれてるかもしれない。ああどうしよう。あ、俺結構やばいかもそれ。やっちゃう可能性ある。でも可愛い娘だったらしたくなっちゃうんですよね。そうなんだよ。ああそっか、じゃあまだ今んとこ物心ついてない時ぐらいに。いいかも、その時だったら今のうちに存分にやっといた方がいいか。そうですね。まあいつまで入っていいっていうところで、はい、別にもちろんねそのダメな年齢があるわけではないもんね、うんうん、そのお父さんと、うん、その気持ち的なところではね、うん、やっぱりちょっと行き過ぎるとまたその嫌な思いをさせてしまうっていうことは、うんうん、まああるわけだもんね。そうですね、うん、まあでも一般的なやっぱり小4後というか第二次成長が、そうだよね、始まるぐらい。自分も確かにそれで少しなんかこう成長してきた時に、うん、やっぱりなんとなくお母さんと入るのとかお父さんと入るのなんとなく、うん、なんか変な感じはあったような気がする、うんうん、逆にその両親とか過剰なスキンシップとかすることによって、うん、もしかしたらレアちゃんみたいに気持ち悪いとか、うん、嫌だみたいな感じを持ってる人もいると、ね、後まあ、そうするとストレスを与えてる可能性もあるし、ね、うん、もしかしたらその両親がすごい触ることによって、うん、あ、友達にもこういうことしていいのかなって思っちゃう可能性もまあゼロではないから、はいはい、まあそれがねその何かその友達同士で嫌な思いになってしまうとかそういうのもあるかもしれないから、うん、そうですね、まあ、そういうところをこう、まあ、なかなか家族同士で気持ち確認するって難しいかもしれないけど、ちょっと空気も読みつつ、はい、そういうのやっていくっていうのがちょっと大事なのかもしれないですね。そうですね。まあでも声かけをしたりとか、まあ、自分の体をこう大事にするとか、うん、まあ、そういうのはちゃんと教えつつ、まあ、意識するっていうのが大事なのかなっていう、うん、じゃあしますね、はい、じゃあこの動画が良ければ高評価の方お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、シュッ。